and um. 朝日新聞ですね SDGs という考え方はは発想としては悪くないと思いますいいいと思いますね。ただこの具体的な SDGs をする上でじゃあ何をするかって落とし込んでった時に特定の業界が得をするとか特定の業界が特定の業界を潰すとか特定の国が特定の会社を潰すとかそういうような SDGs を根拠にねなんかいろんなね闘争が水面下で行われているのを見てるとちょっとどうなのかなと。だから本当にに環境に優しいか どうかかなんかすっ飛んでしまって環境に優しいってことにしとけみたいなねそして本当に環境に悪いものが横行するようなそういうのを見ててちょっとね s g g s の運動っていうのはどうなのかな言ってること自体は決して悪くないんですけども具体的な運用がね本当に利権まみれのねなんか嫌な感じがするんですよねだってだって電気自動車普及させるとかもうバカじゃないのって話でですすよよ環境にいいいわけがないですよねだってこんなに電気不足電気不足って言ってるの日本中の車が EV になったらどうするんですか誰がどうで電気つ 作るんですかその金額はいくらになるんですかもう電気代が何倍にもなったとか言ってるとにね日本中 EV とかもバカじゃないのって話ですよもうへきするんですけどもただねこの SDGs の流れの中でこれは伸ばしたらいいよねと思うものもあるわけなんですねその一つがこれですよ純木造ビル伸びるまあビルだけにということなんでしょうけどねまさしつまんない言い訳踏まなくていいからねちゃんと伝えていただければいいんですけども純木造ビルこれがですね脱炭素ニーズだっていうんですよ いやこれはいいと思いますよそうそうそう継ぎ切って使ってほしいよね花粉でもまいてますからねこれね私いつもこの木材の話をする時に式年遷宮の話をするわけですよ20年間に一度ね125のお宮を全部建て替えるわけですよでそして、えー、大体ね火の木を使うんですけども1万本ですよねそんな20年に一度1万本切ってこれ無駄じゃないのかというふうに思う人は分かってない人ですよ一つも無駄にならないんですよだって釘使ってないんだから全部解体してねばらけたら 全部木材になるわけですよね。これを全国の神社に割るわけですよね。ラスト20年間伊勢の神宮のねお宮を構成した部材ですよ。これありがたくありがたくですねお宮の修理に使ったり鳥居建て替えたいところに使うわけですよね。何度も言ってるこ方ですけどもね一応念のため言っておきますけども宇橋ね内宮の宇治橋を渡るところにですね鳥居がありますけどもこの鳥居ね手前の2本奥の2本それぞれね前回の式年遷宮までは内宮と下宮の御将宮のまあ無名橋やって左右にどん食べますよねこの橋 こちらを20年使った後、引っこ抜いて氏橋の渡り口とね渡った先の鳥居としてあと20年お役割があるわけですねそしてそれが終わったら今度また引っこ抜いてですね伊勢の国の入り口の鳥居としてあと20年お役目があるそれだけで都合60年ですよねそれが終わって捨てるわけじゃないですよそれはまたね全国の神社に渡すわけですからそれはもう胸持ち柱だったこの大木どう使うんですかってもう未来英語を使いますよ何百年にもわたって使っていくわけですよね要するに木材って 吸吸うわけですからねををして大気中のの CO2 ったのが木材だからそれに火つけたら何百年かけて例えば樹齢300年だ300年かけて吸った CO 2が解き放たれる燃えた時に出てくる CO 2は吸ったやつ300年かけて吸ったのがパーって今出てますって話ですからねですから木を何十年ももしくは何百年も大切に使うということはこれはですね二酸化炭素を木材という形でね何百年も吸着するということになるわけですからですからもし脱炭素というならば変な機械使ってね 無理やりなんか地中に埋めるとかじゃなくって人類がでも人間がね木材を使っていや木材のある生活っていいですよねフローリングだったりのねベッドもなんかあのね、えー、木のベッドとかねもちろんマットレスは使うんですけどもいい感じじゃないですか木の椅子とかねそういう風にして木材のある生活ってすごくね人間の気持ちをねリラックスさせますからね人間も木材を使って幸せになるそしてこれが環境負荷軽減にもつながるわけですよだからこういう木造のほらビルですよ木造って言ったら平屋、まあ、せいぜい2階建てぐらいのイメージですよね あと大きい木造の建物って言ったら人院建築ぐらいしか思い当たらないんですけども今後ですね純木造ビルのビルというねまあちょっと読んでいきますよ柱や梁などの構造部分を全て木で作る純木造のビルが広がりを見せている大手ゼネコンやハウスメーカーが挑戦し火事や地震にも耐えられるビルが誕生脱炭素への意識の高まりを背景に木造建築のニーズが高まっている課題はコスト横浜市の神奈川県庁に近いオフィス街に木で作った柱と梁が目を引くビルがある大林組が自社の 施設として昨年3月に完成させたプロットプラス11階建て約44メートルで純木造の耐火建築物としては日本で最も高い日本最古の木造建築として知られる法隆寺50の塔の高さは32.5メートルだあだから法隆寺50の塔よりもさらに背の高いビルこれをですね小林組が作ったというわけですよねビルに足を踏み入れると木材から出る爽やかな香りがマスク越しでも伝わってきたセミナールームやラウンジ宿泊室などどの空間でも木のぬくもりを感じられる 使った木材は1990立方メートルで6から7割は国産材二酸化炭素の排出量について同社は鉄筋コンクリート造りの約4分の1鉄骨造りの半分ほどに抑えたと試算している耐震性を高めるため柱や梁は十字型のユニットをつなげて作っている強度を高めた特殊な木材を使い3層構造にしさらに面芯も組み合わせた耐火性の基準も満たしている同社は国内で初めて3時間の耐火性能を持つ木の柱を開発純木造の 15階建て以上の高層ビルでも建築基準法を満たせるようになった担当者は純木造でどこまで行けるか可能性を示せたと胸を張るしかし技術とコストをかけて作られただけに現時点で量産は見込めていない鉄骨造りに比べるとコストは構造部だけでも3から4割高い耐火基準を満たすのに加工賃などがかさむというまず需要の多い5階建ての純木造ビルを普及させることで建築コストを抑えようとする企業もある住宅メーカー AQ グループは昨年11月川崎市に 普及型のモデルハウスをオープンさせた木造注文住宅を手がけてきたことからサプライチェーンが強みだ5階建てを普及させ建築費を鉄骨や鉄筋コンクリートの約3分の2に抑えることを目指す大工出身の宮澤俊哉社長は今は限られた優秀な技術者しか作れないと話す本格的な普及には技術のマニュアル化が課題だというというころですよねすごいですね4 4メートルの巨大建築物を木造で作っちゃったというねいやーすごいですよ こんなことできるの日本しかないでしょうねいやちょっとねこれ写真見るとすごいんですよ これがそのねビルらしいんですけども大林組が建てたねあ梁がねこれすごい迫力ですねいやーだってほらログハウスとか入っただけでもいい木の香りしますでしょこの巨大建物これ木で作ったらそれはいいですよね多分アロマ効果抜群ですよねやっぱ木の香りっていいんですよだってうちのラーメン屋だってほらヒノキの割り箸を出してますでしょあれね美味しく感じるんですもの。 あるんですけども檜の割り箸で食べるだけでもものが美味しく感じるんですよねなのでちょっとこのね木の家はいいですよはいというわけで、えー、まあ SDGs ね全部否定するつもりはないです考え方はね正しいところありますからね SDGs なんて言ったら究極は例えばね伊勢の神宮の新年戦宮だったりしますからねなのでこういうですね日本のお建設会社がこういう取り組みをしているて素晴らしいと思いますぜひ頑張っていただいてね世界の標準になってほしい なと思います武田辻康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いしますえ本家武田辻康チャンネルでは毎週木曜日夜8時日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね